はい、皆さんどうもこんにちは。ピピエンビ生き物チャンネルです。新たなグッズを生み出し続けるアリショップさんからのほぼ案件と言っていいほどの待遇をですね、いただきまして動画を作っていこうと思います。時々ですね、画面上にアリが歩くと思うんですけれども、そこら辺はご了承ください。はい。で、早速ですね、アリスさんですよ。はい。この前、アウェイクに行った時に、新商品を持って参りました。まあ、私が行ったんじゃないですけどね。私が持ってったんじゃないんですけど。はい。新商品がですね、こちらです。でん。これが試験管の巣です。はい。で、一般的に試験管の巣っていうとですね、まあ、ここにですね、今、軽石が入ってるんですけど、ここに綿が入ってますね。はい。綿が詰められている。で、水がここに溜まっている状態ですね。ちょっと汚いんですけど、これお見せしましょう。こういう感じですよ。ね。こういう感じのイメージです。はい。試験管巣。ね。はい。で、これがですね、設置した時はいいんですよ。これね、まだね。まだいいんですよ。設置した時は。だけども、だんだんですね、これね、アリがね、掘ったりするんですよね。これ、こっち側からだと見やすいかな。ほら、色変わってきちゃってるんですよね。液体の。交換が大変です。見てください。これもう、アリもぎっしり入っちゃってるんですよ、これ。これ。交換するってなったらもう、頭を抱えますね。ですけれども、今回アリスさんが新しく作った新商品がむちゃくちゃ画期的なんですよ。これですね。先ほどから出ているこれです。はい。これがめちゃくちゃ画期的なものになります。今回はこれの紹介をしていこうと思いますね。はい。一見見るとですね、3D プリンターのこう作ったものが試験管の中にズポッと入ってます。こういう感じです。はい。で、ここの付け根のところと、ここのところにゴムの、ストッパーが入ってます。なので、水が漏れません。はい。この上には水が入ってこない状態ですね。はい。で、何がすごいのかというと、ここね、水を入れるんですけれども、普通ね、試験管の巣って、水、ここに入れるときには、中に入っているアリを全部出さないと入れられなかったんですよ。水が。だけど、見てください。ここ。穴が開いてる。はい。この穴がどうなってるかと言いますと、ちょっとこれ外しましょうね。外しましょう。外してみましょうね。こうやってねじねじして、外れるね、はい。どうなってるかというと、ここに穴が開いてるんですよ。ここにね、穴が。で、こっちから見ると、わかるんですけど、これね、実はね、この穴に繋がってるんですよ。下を通って。ここまで。繋がっちょるんですよ。はい。で、さらに進化したところといったら、網の細かさがめちゃくちゃえぐいですね。これ、わかりますか？肉眼で見えるんだけど。ここなの。ほら。めちゃくちゃ、細っか。なので、かなり極小のアリンコでも買えます。めちゃくちゃありがたいっしょ。買えます。はい。で、ここは、こういう感じですね。ここは開いてますよ。はい。で、ここ穴から、下に伝っていって、この下ですね。この下をこう、ドゥーって通って、ここから抜けていく。っていう感じですね。はい、で、給水、水はですね、ここのところからメッシュのところ。ここからですね、めちゃくちゃ細かい。3D プリンターでこんな細かい網目作れんのかっていうぐらい。で、このように試験管の中に入れます。はい。回しながら入れるのが推奨らしいです。じゃあちょっとね、水入れてみましょう。そうなんですよ。今ね、最初見せたトビイロケアリの巣なんですけれども、以前私も動画で紹介したアリスさんからのプレゼント品です。で、もう大変なことになっちゃってるんで、実はね、これがつくんですよ。その巣に。なので、順次これに取っ替えていこうと思う。うん。時々これひっくり返して、これアリグラさん出しておく。時々これひっくり返してね。はい。じゃあね、水を入れてみましょう。水を入れていく。注射。はい。水を入れるのは、もちろん最初言った、ここですね。この穴です。この穴にずっぽりと刺して、注入。ほら、わかる？ほらほらほら、水出てきた。ほら。到着入ってくぞー。うわー。はい、皆さん。やっちゃいましたね、ピピ。やっちゃいました。おい。水入れすぎたぞ。水入れすぎたぞってなる時があるんですよ。はい。そうした時どうなると思いますか？これね、すごいんですよ。ここにね、なんと排水ができるんです。入れすぎちったわってなったら、繰り返せば排水ができます。これどちゃくそ便利だと思いません？ね。はい。優しくやれば、もちろんここは濡れないですよ。アリンコがいるスペースは濡れないので、溺れ死ぬことはないですね。なんでこれもいくらね入れてもね、ここから入れても大丈夫。なんですよ、本当に。やべえ、また入れすぎちゃったよってなったら、ほらね、こんな画期的な試験管なかったよねと思って。はい。で、まあ種類によってですね、その水を入れる量とかをですね、調節できますので、非常にやりやすい。で、何度言ってもその給水をすることができるっていう、つけたまま。これがむちゃくちゃ利点ですよ。ね。これがむちゃくちゃ利点。だって今までのやつは全部あり出さないといけなかったんですもん。この中から。水がなくなっちゃったら。だけど、こっから水を途中から入れられる。非常に優れた商品です。はい。ね。どうですか？もうね、説明するべきポイントはここ、もうこれだけなんですよ。水を入れることができる。アリを動かさずに。ね。で、しかもそのアリスさんから発売されているこの試験管を使っているものだったら、全部規格が統一されるように作られてるそうです。はい。なので、皆さんもしね、アリスさんでこの試験管タイプのこの巣をね、買った方は、これつきますよ。これくっつきます。ここの先っちょのあれはこの大きいこのチューブ、チューブが付属してたと思うんで、そこにすっぽりとはまるようになってます。はい。ですので、うちのこのトビケちゃんですね、これもう変えたいんですよね。本当に変えたい。これに変えちゃえばもうほんと簡単だから、楽だからさ。うん。で、彫られる必要もないですよね。3D プリンターの素材なので。なので、ちょっと、今回はですね、これ素晴らしいものを、紹介する機会がね、恵まれましたので。ね。ちょうどいいぐらいに水を入れれば、まあこのぐらいかな。私の感じとしては。ちょっと光るぐらい水が、うん。このぐらいですね。このぐらいがいいかなと思ってます。はい。あ、で言い忘れたわ。で、もっといいところがあって、これね、飛び色キャリアはまあまあいいんですけど、これね、ちょっと、見ていただければわかる。まあまあいいんですけど、他のアリですよ。時々スケン管の巣の中に入れて、なんか居づらそうにしてるアリさんがいる時があるんですよね。ガラスだからさ、もちろん滑っちゃうんですよね。だけどこれは 3D プリンターの足輪が下にあるので、これ非常に滑りづらくて、足つきがいいですね。歩きやすそうな感じなんですよね。だからアリのストレスもだいぶ和らいで、来ると思います。その女王からのね、生存率が非常に高かったっていう話を聞いてます。はい。なので、まあストレスをアリに与えづらいっていうところが非常にいいポイントですね。うん。まあ、今のところいいところばっかりですね。いいところばっかりですわ。まあ、強いて悪いところを言うならば、ガラスなので割れやすいというね。そこだけ、しゃあないですね。そこだけしゃあないですね。ガラス製品ですから。割れなければ半永久。まあ、3D プリンターのところのその劣化もあると思うんですけど、まあ、ほぼほぼノーメンテでいけるんじゃないかなと思います。非常にいい商品、これは。素晴らしいね。ではこれで一応終わりなんですけれども、せっかくなんで1個だけやってみましょうか。これもね、アリまみれなんですよ。飛び色毛アリまみれになっちゃってんで、ちょっと後で回収しますけど、どこかどこかをチェンジしたいんですよね。これだよな。だけどいっぱいアリ入ってんだよな。まず抜いて、ここに置きますか。アリ入ってないとこあるかな。あー、卵あるな。あ、ここ入ってないな、あんまりな。ここにしましょう。ここにしましょうっつったって分かんない。非常に分かりづらいところにある。はい。では、ここにしちゃいます。ここまず抜いて、スポン！抜きました。はい。あれいっぱい出てきちゃうかもしれない。うわ、ちょっと汚いな。チューブこれしかないんだよな。あっちゃー。めちゃくちゃここ入ってるやん、アリ。はい、これがね、つくんですよ。ちょっと取り急ぎ。これつきます。はい。あ、ちょっと待って、これ。よし。綺麗に切った。これがつくんですよ、これが。ドン、デデン。はい。ということで、すぐに、ここに、インストールパッピンしました。これでいいのかな。やばいよね。ちょっと後で、吸っとこう。はい。ほら、汚い。今吸うか。はい。吸って、ここに入れると。はい、OK。はい。一応、このタイプの巣にくっつけると、こういうふうに、長くなります。はい。まあ、だけどこれがあるので、これで、これは2番目か。いや、3番目だ。いや、意味がわかんない。こうか。よしよし。あっ！ちょっと待って。ちょっと待てい。むちゃくちゃアリ出てきたぞい。ちょっと待って、今また吸うから。いや、このアリね、早いんですよ、歩くのが。飛び色ケアで歩くの早いから。めちゃくちゃ大変。まだいるけど、ちょっと後でしよう。はい。ということで、今回1個だけつけてみました。はい。どうでしょうか。このような感じのサイズ感ですね。つけると。はい。巣につけると。出っ張ります。長いです。はい。まあ、というのも、居住空間を広く取るためですかね。長くなっちゃったんだと思います。きっと。うん、まあ、この辺はしょうがないですね。はい。全部これにしちゃえば、もう給水めちゃくちゃ楽ですし、ね、こんな汚くならないですよ。きっと、今後。ですので、今後はですね、順次、私が使ってる試験管巣は、これに置き換わっていくと思います。きっと。割れちゃった時のことを考えて少し予備をね、取っておいたりとかするといいね。はい。これは素晴らしい商品出ましたよ。ね。アリスさんのね。これですよ、これ。これです。まあ、ぜひともですね、皆さんこれ使ってみてくださいよ。ね。まあ、おそらく、これだけでもアリスさんは完結するように飼育できるように作ってるんですよ。この先っちょにですね、餌を入れられる、アタッチメントみたいな、そういうのも、売り出してると思いますので、皆さんもですね、ぜひね、これいっぱい買ってね、飼育をね、楽しんでみてください。なんかいっぱいいただいちゃってね、ちょっと恐縮なんで全部使えますよ。で、色はですね、私ちょっとシックなのが好きなのでこの色ですけれども、あともう一個ですね、アリスさんのトレードマークピンクあります。ピンキーありますので、ピンクの方がお好きな方はピンクの方もね、使ってみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃあるなこれいや、これね、むちゃくちゃいいですよ、本当に。一回使ってみてください。もう試験管巣、もう綿詰められなくなっちゃうもん。試験管巣に綿って詰めたっけってね、思っちゃうんで、なんといっても入れすぎた水出せるのと、もう刺した状態、巣に連結した状態ですね。アリを外に出さずに給水ができるということが非常にいいです。これからの時期乾燥してくるんで、水の減りがね、早かったりとかすると、もうめんどくさいですからね、もう引っこ抜いて、もう他の巣に引っ越してしまおうかっていう気になっちゃう感じなんで、これがあればもうすぐに、給水もできますし、維持も簡単です。楽々ね。では、今日はアリスさんプレゼンツ。新作の石膏巣じゃなくて、新作の試験管巣、ご紹介いたしました。ぜひともですね、説明欄の方にアリスさんのショップ、あとはブログですね。アリグラさんが書いてるブログ載せておきますので、ぜひとも見てください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。これまんまアリグラさんですからね。これまんまですよ。